本日のゲストは今大注目の若手バイオリニスト宮本恵美里さんです。その美貌と実力から一躍人気を集め、デビューアルバムの売り上げはクラシック界では異例の3万枚。大河ドラマ天地人やザ・世界遺産のテーマ曲なども手掛ける宮本さんの人気の秘密に迫るとともに、スタジオでもたっぷり演奏していただきます。お願いします。